こんにちは、代々木公園店の松本です。今日は、YouTube でバイクチェックをしていきたいと思います。今日ご紹介するバイクは実は私物のバイクです。ブルーラグのサイト見ていただいている方には何度か見ていただいた機会もあったかもしれないんですけど、改めてちょっと YouTube っていう場を借りてちょこちょこ私物のバイクも紹介していきたいと思います。これ今紹介させていただくにあたっていろいろ写真を見返してきていたんですけど、これを組み上げたのが実は2014年なんで、実に7年前ぐらいのバイクで、ブルーラグがリベンデルを取り扱いますって言った時にまず僕が飛びついて一番最初にスタッフで組ませていただいた車両なんですよね。なので当時そのリベンデルに憧れて自転車を組んでたんですけど、リベンデル組むならこういう形にしたいみたいなディティールをねたくさん盛り込んだバイクなんです。ちょっとディティールを見ていきましょう。まず絶対紹介しなきゃいけないのがハンドルですよね。リベンデルといえば東の B352 アルバトロスバーっていうバーなんですけど、スイープバーなんですけど、ちょっとハの字に開いてて、今まであったなんかヨーロピアンなスタイルのハンドルだとどうしてもこうコの字になっててちょっと幅が狭かったりするんですけど、アメリカ車の特徴とかだと結構グラベリも行ったりとかするからハの字にちょっと広がってるスタイルで、 B352 自体はずっと取り扱ってきたんですけど、まあ、リベンデルに352を使うこの意味合いが非常に僕にはこう強くて、絶対このバイクにあのリベンデルのみんなが使ってるハンドルをつけたいと思ってつけたのが非常に印象的。実はこれハンドルも何回も交換してるんですけど、最終的に B352 に戻してここから多分崩さないんじゃないかなと思ってる現在です。でちょっとハンドル周りの話が続くんですけど、このコルクグリップがミーシャズコルクグリップって言って、ミーシャさんっていうリベンデルのスタッフが実はいたんですけど、女性のスタッフなんですけど、その彼女の名前を使ってミーシャズコルクグリップっていうのがあのポルトガル製なんですけど、非常になんか強度に優れたコルクを自分たちの方で見つけて、特注してるグリップなんですけど、実はこれができる前ってディメンションっていうコルクグリップがあるんですけど、ブルーラグでも取り扱いがあるんですけど、それに自分たちでヤスリで加工してシフトアウターのガイドをつけたりとか麻紐を止める場所を作ったりとかして DIY してやってたんですけど、多分それが面倒くさくなったのか、あとディメンションがそもそもちょっとコルクの強度が少し弱かったりしてたんで、多分そういうフラストレーションもあって自分たちでコルクグリップを作ろうって思ったんじゃないかなと推測しております。コルクなんでどうしても割れちゃったりとか負荷を伴うんですけど、僕これ逆に楽しんでて、割れちゃったら接着剤でくっつけたりとか、あとニスを塗ったりとかして補強したりとかして、なんかどんどんこう育てていくような感覚でグリップを使っていただけるんじゃないかなと思ってます。でこれ前回のご紹介でも話しちゃったんですけど、ラグに燃えるなんか見ちゃうんですよね、フロント周り。どうしようここをあの本当お酒が飲めるってよく言いますけど、でここのラグ周りは実はこのサムヒルボーンっていうのが初期ロットになると実は胴抜きがされてなくて、今までブルーラグで販売してたサムヒルボーンは大きく分けて2ロットあるんですけど、これが前期のキャリパーブレーキのタイプで、これ青磁っていう色はあの今でも売ってた色だったんですけど、前期ロットの青磁は胴抜きがなくてすごいのっぺりとした印象で、ここを塗り分けないリベンデルのセンスってすげえなって僕は思ったんで、あのここすごいお気に入りポイントですね。ヘッドセットは、これ実は、純正の FSA のものからカンパニョーロのレコードに変更してます。で FSA の純正のヘッドセットは多分 2,3 年使って調子悪くなっちゃって、まあ、それがきっかけで、まあ、なるべくクラシック なんか雰囲気を崩さないようにそれに代替になるものないかなと思って、まあ、調べてたりとか、まあ、お店にある在庫をなんか見つめながらなんとなくカンパニョーロ入れてみようかなみたいな感覚で入れさせてもらったって感じですかね。このフィルとも白ハブなんですけど、これも多分フェアウェザーのデモ車を組ませてもらった時から使ってるんで、多分8年とか9年ぐらいずっと使い続けてるハブなんですけど、これ未だに僕ベアリング打ち替えてないかな、でも未だに現役。タイヤはブルース・ゴードンの
ロックンロードっていうタイヤを使ってます。これ今まではスリックタイヤをずっと使ってたんですけど、街乗りのリベンデルと遊びに行くとき用のリベンデルっていうのを今分けてて、街乗りのリベンデルがちょっと今後ご紹介できたらいいかなと思ってるんですけど、クイックビームっていうバイクがあって、そちらが街乗り用のリベンデルで、サムヒルボーンは遊びに行くとき用のバイクにしてます。で、遊びに行くっていうと、まあ具体的に言うとオフロード楽しめるバイクをサムヒルボーンにしようって思ってたんで、このロットのサムで履ける、まあ、一番太いって言っていいサイズですね、43のブロックパターンのタイヤを入れて、まあ、フェンダーとかもついてたんですけど、これは今外しちゃってて、ブルーラグのスタッフみんなでなんかリベンデルで どっか行こうよっていう時にこいつを登場させてオフロードライディングを楽しんでるって感じですね。なので今はブロックパターンで、フェンダーはもうつけない、もう割り切っちゃってます。これ足回りを紹介していこうかなと思います。リベンデルを取り使うようになって、まあ、具体的に品揃えもちょっと変わってきたんですけど、この象徴的なのがトリプルクランクですね。ツーリングバイクの中でも結構パッキングをして軽いギア比を作ったりとか、あの上りが苦にならないように軽めのギアを作ったりとかっていうのが、ツーリングバイクだと結構積載を前提としてこう自転車乗ったりとかするんで、いつも以上にやっぱ軽いギアが必要だなと思って、本当はフロントシングルとかがいいんでしょうし、今が主流なのかもしれないけど、リベンデルはその重量自体もそこまで軽くないし、結構シャカシャカこう漕いでなんか話しながら登るぐらい あのリラックスした感じで、そんなにこう気負わずスピードも気にせず走れるバイクだと思うから、まあ、それに伴ってなんか軽めのギアを作って登っていけるような感じかな。クランクは XD2 っていうモデルのトリプルクランクを使ってます。これまさにこのリベンデルのカタログに載ってて、もう本当にこれを使いたいって思って、あのわざわざこれを使ってるって感じかな。横に映ってるのが三ヶ島の RMX っていうペダルなんですけど、これはリベンデルのカタログで見るとスニーカーペダルって呼ばれてます。説明を見るとスニーカーに調子いいペダルですって書いてあって、あと特徴を言うと安い20ドルみたいな、安いしスニーカーにも調子いいよみたいなことしか書いてないんですけど、これ実はずっと日本で買えることが知らなくて、あのリベンデルのサイトを見て RMX っていうペダルが三ヶ島であるらしいみたいになって、これは海外版三ヶ島なのかと思っていろいろ調べたんですけど、普通に代理店さんにあったでそんなのあるに決まってんじゃんみたいなことを言われたのがなんか懐かしいですけど、今はねブルーラグではすごい定番になってるけど、 RMX っていうペダルを使ってます。ハンドル周りですね、僕あんまりステムバックとかつけるのなんかこの辺ごちゃっとするんであんまり好きになれなかったんですけど、あのライド行くとカメラ撮ったりとか iPhone で場所探したりとかどうしてもしなきゃいけなくって、カゴからいつもバッグからこう荷物取り出してみたいなアクセスの悪さに、ま、自分も気づいてたんですけど、いよいよこうアウターシェルだったらいいかなと思って使ってみたらめちゃくちゃ調子よくて、この中にフィルムカメラを入れたりとか携帯入れたりとかして、あのまあライドの時にしか僕はあんま使わないけど、なんかこう手持ちの荷物をドカンと突っ込んでライドしてるって感じかな。サドル周りですね、僕168cm でフレームサイズ51っていうの乗ってるんですけど、ステムが 110mm でリベンデルシートポストを使ってかなりオフセットさせて、結構後ろに自分の体を持っていくような形で自転車乗ってるんですけど、ややちょっと遠いかなって感じなので、ちょっと腕が短いかもみたいなあのお悩みを抱えてる方は普通に S65 とかその辺の 25mm オフセットぐらいの方が調子いいんですけど、僕ステムもラグのステムを使っててシートポストもラグがあるとするとやっぱどうしても合わせたくなっちゃうんで、ここはちょっと頑張って使ってるかなっていう感じです。じゃあ最後に全体像、僕もお客様と一緒でリベンデルに憧れて初めて憧れのリベンデルを組んだっていうのがサムヒルボーンが最初だったんですけど、まあいろいろハンドル変えたりとか細かい仕様を変えたりとかして、まあ、7年間にわたっていろいろ楽しんできたわけなんですけど、今はオフロード用の
リベンデルみたいな感じでこのサムヒルボーンを楽しんでるんですけど、なんかマウンテンバイクみたいにフラットバーじゃなくてこうスイープバーで普通にバスケットとかついてると、まあ、なオンオフも兼用できたりとかしそうだなっていう、あのちょっと打算も含めてですけど、スイープバーでオフロード走るのも本当に楽しいし、なんかリベンデルだけでしか成立しないかもしれないけど、なんか景色楽しみながらなんかあのゆっくりプロードライディング楽しむみたいなのはあの全然リベンデルでもできちゃうと思うんで、なんか使い方次第であのそういうバイクもあのリベンデルサムでもできちゃうんじゃないかなと思います。今はそんな感じで楽しんでます。以上です。今日は、私物のバイクを紹介しちゃったんですけど、また機会があればあのバイクチェックしていきたいと思います。ありがとうございました。